秋の味覚、秋の味覚、はい、求めて、そうです、ゲット、ゲット、すごい楽しい栗、ゲット、ゲット、あ、もういちゃん、もういちゃん、もういちゃん、うれしい、え、絶対繋がってるって、これ繋がってる、あー、あー、だけだ、初めての3人での共同作業です、ある。何これ、なんかある。あー、そっち？え、すげー。え、何ですかこれ？そっち？そっちですか？本物？中に何か入った。出てくんで、出てくんで、怖いの出てくんで。え、怖いの出てくるで。怖いの出てくんで。なんか入ったよ、中に。それ捨てよ。それ捨てよ。捨てよ。めっちゃ逃げるやん。ちょっとそれ捨てます。それは本物。え、何これ？ちょっと離れた。大丈夫、犬虫が返してあげて、自然に。そんな犬虫よりもち、アヒルの餌。え、で、何それ、何アヒルの餌、アヒルの餌、アヒルに餌やりできんねんって、ガーガーと呼んでね、かわいい、ガーガー。じゃあこれどうして、うわー、びっくりした、うー、無理無理無理、さっき見たやん、こっち、あ、改札やから、改札の中を入って、ここじゃない、ここ、おらんで、ガーガー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 、あれ、ガーガー、ガーガー、ちょっと一回投げてみよう、じゃあ、ほい、シーン、あれやわ、あ、あ、あ、魚ちゃん、これ魚やで、え、なんか来た、あ、かわいい、かわいい、かわいい、魚、あ、間違った、頑張れ、めっちゃかわいい、あ、なんで、なんで、なんで、そんな焦らんでいいで、うん、あ、いっぱい出てきた、ガガはガガはあれ、ガガ、こういう目的じゃないからね、多分、ゆきちゃんとしゅうちゃんのガーガーの言い方がおもんないから出たよ、それガーガーが出てこうへんねやと思う、ガーガー対決しよう、もうすぐ対決させたがる、シューから行こう、マジですか、うん、ガーガー対決、じゃあガー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 、ガーガーおいで、さあ、ガーガー来るか、ガーガー、あれ、誰も声すら来ないんですけどガーガー2個めっちゃ投げたやん、声すら来ないですね、ね、来ない、早く手本見せて、くるんでしょ、そんな気言ってたんですから、ほんまにくんで、面白くやで、いや、可愛くやろ、可愛くはいらないで、さやかさんに求めてない、可愛くはないって言おうとしたバレた、3、2、1、ガー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 、早く投げてくださいガーガー、それしゅうちゃんとだって似てるし、似てる、ガーガー、それケイチさんのものまね、ガー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 、キモいキモいです、もう、え、あそこなんか鳥浮いてんで、あ、ほんまや、あいつや、ガー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 、若い子に負けた、おったよ、なんでもおった、絶対おった、え、だって向こうになんか浮いてるもん、どこ、向こう行ってない、ガーガー、あ、いた、わー、なんで水におらんやん、あれあれですか、ガーガー言ってる、めっちゃガーガー言ってる、ガーガー
向こう行って。もうそろそろね、はけてるんじゃないですか。お、しかもさっきのさつまいもの料理もしない。ほんまや。ほんまや。ガーガーに出会えて。行こう。ガーガー。着替えましたエプロンに。じゃあどうですか皆さん。なかなか見れないエプロン姿ですけど。ゆきゆきさんすごいですね。なんか貫禄がある。食堂っぽい。貫禄がある。食堂にいそう。栗ご飯を作ったということで、うん、さつまいもを使ってね、それに合う。さっき取ったからね。そう、お味噌汁を作りたいなと思います。イエイ。さつまいも洗うの人と切る人と味噌。味噌。でも味噌ってさ、一番最後じゃない。さつまいも湯がかり。あ、そうそうそう、さつまいも湯がかり。あ、湯がかり。まだ何もされてない。じゃんけんして決めよう。最初はグッ、じゃんけん、はい。あいこでしょ、あいこでしょ。味噌で勝てたの。湯がきたい。はい、どうぞ。Okay. まあ、切ってないですけどね。うん、いいよ、決めていいよ。じゃあ一緒にやろうか。やろうか。え？またぼっち。皮むくやんな。むく？むきますか。後ろでむくやつ。ごぼう的な。むしろなんか給食のおばちゃんの気分な気が。ね。似合うでゆきちゃん。やった。お湯沸かしてます。やることなくなった。愛情込めといてください。美味しくできる愛情。シュウたちも食べる、ね、愛情。お味噌汁美味しくなーれ。お味噌汁お、ちょっと見てや。見て、洗いましょう。洗おう。見てよ、めっちゃ硬い。指切らないようにね。あやかさん、何ずっとね、塩握ってるけど多分お味噌汁って塩入れないです。それパスタですよね。そうなん。それってさ、リンゴみたいに塩入れたらいいんじゃない？リンゴって入れるんですか？リンゴって塩水につけへん？つけない。あれ、お弁当に入れるとき、やったことないけど。そうなん。本当にリンゴ入ってることないですよね。そうなん。ゼリー派？ゼリーとか持ってます。ゼリー派か。ゆきちゃんは？なんかチーズみたいな。チーズ派？おるおる。キャンディーチーズみたいな。そう。あ、それも。何がおもろいやろな、この話。ほんまやな。皆さん何派ですか？ほうほう。聞こえない。こういうのってさ、うん、どういう気持ちで食べられるんやろな。ゆき、だから一回食べ物になってみたいと思ったことある。どういうこと？人の胃に中に入って。食べ物って胃に入った時って意識あるんかな。いや、ないでしょ。もう胃液で溶けるんじゃないですか、すぐ。すぐではないんですかね。分からん。ゆきちゃん似合うわ、包丁。似合う。それはやめてください。そういう似合うじゃない。料理できるようになりたいですね。うん、なりたい。ほんまに思うんですよ、ね、ほんまにお料理教室に通おうか悩んでる。二十歳になったら絶対通います。結婚するときにやっぱ男の人目線で考えたら、うん、料理できる方が良くないですか、やっぱり。切れたよ、切れたよ、うん、あ、じゃあ、もう湯がく感じですか。もうそうやな、湯がく。じゃあ、優しく入れてください。あ、でもなんかすぐさつまいも色になったな。ほんまや、美味しそう。さつまいも大好き。多分、味噌を入れてからあんまり火にかけへん方がいいねん。あれですよね、弱火にするんですよね。そう、知ってた。はい、家庭科で小学校の時に習いました。なんかどんな食べ物でもそうじゃない。味みたいなの入れたら弱火にするみたいな。そうなん。知らんかった。これ？うん。薄かったらまた足す？うん。昔味噌だけでめっちゃ食べてた。味噌汁？うん、味噌だけで。あ、味噌だけで？お腹空いたら味噌食べる。あ、めっちゃいい匂いする。味噌いい匂い。味噌汁飲みたい。飲むけど今から。めっちゃいい匂い。もうバンドキですね。バンドキってバンドキって何？バンバンドキドキ？違う。見ての。え？その考えこそなんか良くない。あ、バ
朝晩時。朝晩時。オッケーオッケーオッケー。ママドキドキ。その発想がもう。やばい、ゆるいやろ。もう多分大丈夫。開けます。あ、え、なんかもう色が美味しそう。めっちゃいい匂い。匂いもお味噌汁。あ、味しますか？そう。してみて。する？うん。薄い？薄い？え、結構濃くない？色のせいなんだけ。分からん。え？あ、でも、もうちょっと飲んでみて。てかぬるい。温度の問題？ぬるい。それを温めたらすぐ。どっち？どっち？どっち？使った。いい感じいい感じ。いい感じ出来上がり？出来上がり。せーの。完成！イエーイ！さつまいも味噌汁。それではですね、今日採れたお米と、はい、さつまいもと栗と栗ご飯とお味噌汁食べましょう。いただきましょう。まだ初開けですよ。初開けです。一斉みんなで押しません？いいよ。一斉ので、あー、めっちゃいい。めっちゃ栗ご飯やばい。おやまで混ぜましょう。めっちゃ美味しそう。めっちゃ栗のいい匂いがします。こうやって自分たちで取ってきた、うん、ね、ご飯もですね、ご飯も米も取って、米もやもんな。こんまに乗りましたよね。しい、懐かしい、懐かしいな今日のことやのに。じゃーん、おいしそう。いい感じ。やばいやばい、めっちゃお腹空いてきた。息もやばい今。さっき脱穀して、さっき精米したんか、うん、初めて、初めて、すべて初めてやんな、うん、はい、手を合わせてください。いただきます。いただきます。お米一番食べたかってたゆきちゃんからどうぞ、はい、いただきます。やばいぞこれは。どう？やばい、めっちゃ栗甘い。甘い白米がいいって言ってたけど、うん、栗ご飯美味しい。美味しい。でも白米は譲れない。譲れない、やっぱり譲れない、うん、最高。美味しい、めっちゃ美味しい、うん、にやけん。美味しいですよね。内面から出てきたにやけが、美味しすぎて。すぐにやけましたもんね。食べたことないぐらい甘い、うん、口に入れた瞬間栗がパサってなくなった。ホクホクしてるもんね、うん、もめっちゃ、うん、しゅうちゃんが最後に入れた塩、しゅうちゃんが入れた、あやちゃん塩入れました。全然いい感じ、いい感じ、よかった、うん、入れすぎかな、入れすぎかな、頑張りましたね。いい感じやった、いっちゃったって思ったけど、うん、熱い。うそやろ。美味しい。なんかしんみりと、しんみりする。さつまいもだけやけど、うん、めっちゃ美味しい。もう美味しいしか言われへん。美味しいしか言わんもん。食べて。美味しい。え、ぬるくないですか。薄いやん。めっちゃ美味しい。でもあ、ほんまや、いい感じ、甘い。さつまいもも甘い。頑張った甲斐がありましたね。あるな、ね、疲れたけど汗もつかけましたね。吹っ飛んだ、うん、その汗とか疲れが吹っ飛んだね。自分のしたいことをめっちゃしたから、うん、コンバインとかも乗れたし、うん、最高マジで、うん、なんかその、うん、どうしたい、ほんまや。温泉行ってないよ。温泉行ってないもん、うん、なんか今エンディングの気分ですよ。めっちゃめっちゃもうエンディングでいい感じです。ダメ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 、急いで食べて。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃない。
え、こっからどうすんの？よく遊びました、昔こんなんで。楽しかったよ。楽しかった。うん、見てなかった。見てゴキブリの話して。え、なんで？